コンピラ社遠征寺は、山口県萩市南古萩町にある神言、総尾室派の寺院。県庁6年に、現在の山口市遠征寺町に創建され、明治3年に現在地に移転した。境内には、コンピラ社という神社が同居している。県庁6年に山口に創建され、大内市の祈願所であった。大内市が滅亡した後、毛利照元が、 長州藩を治めていた、慶長9年頃に、萩城の築城と共に、城下の塩屋町へ移転され、毛利氏の祈願所となった。さらに、明治3年の神仏分離令により現在の場所にあった奉公院と合併し、現在地に移転した。奉公院は、慶長年間に山口から萩へ移った寺院である。嘉永四年頃、当時十一歳となった伊藤博文は、 1> 約一年半の間この寺に預けられ、親戚の住職の下で雑用をする傍ら読書や、修士を教わった。境内のコンピラ社は、奉公院の時代からあったものであり、神仏分離令が出た際に、寺の単元により廃者を免れたため、現在のような神仏集合の寺院となっている。また、合併の時に、万願寺という寺院も境内にあったが、大正元年に、 現在の法富市へ転出した。喧嘩最大の石灯籠遠征寺の境内には、子供の時代の高杉晋作や伊藤博文らが遊んだと言われる文政三年に寄進された木場がある。遠征寺の山門の前には石の鳥居があり、境内にも十二支の彫刻が施されたコンピラ社の社殿がある。拝殿には朱色の大きな天狗の面が掛けてあり、高杉晋作は、 子供の頃、家人に連れてこの天狗の面を見せられ、物恐れしないようにしつけられたという逸話がある。かつら小五郎も幼い頃、背負われてこの天狗の面をよく見に来たと言われる。また、文化12年12月11日、母の産後の病気回遊を祈願した兄弟二人は、コンピラ社がご利益が大きいという話を聞き、100度参りを重ねて風雪に阻まれて亡くなったことがある。 いわゆる、香川津二孔子の美談は、吉田松陰も聞いたと言われる有名な話で、犯行の命より、現在の萩市椿東に、聖徳碑も建てられた。遠征寺境内には、二孔子の鎮魂本尊蔵及び二孔子にまつわる、石碑二点、法納絵馬二点がある。安政五年に、萩の町人たちに寄進された。 高さ5.07メートルの石灯籠は山口県下で一番大きいと言われる。灯籠に彫刻されている竜は透かし彫りで立体的に彫り込まれた。また、灯籠を支える4つの猫足が動くような仕掛けが施されているため地震が起きても倒れないと言われる。ありがとうございます。